皆さん、こんにちは。武蔵野免疫研究所研究開発部薬剤師の砂川あゆみです。岸本恵里です。伊佐野真由子です。よろしくお願いいたします。今回もコラボ動画でみほとれさんに来ていただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回もよろしくお願いします。今日は足痩せ美脚をテーマにちょっと進めていきます。で、私が対応しているお客様のお悩みで一番多いのが太ももの前側とか外側の張り太さっていうのと、もも裏の後ろハムストリングの上側の緩み、この2つがすごくお悩みとして多いので、今日は前側のストレッチで張りを解消させて、後ろ側を引き上げる動きで足をキュッと細く見せるトレーニングをやっていきます。ちょっときついんですけど頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速やっていきます。まずはストレッチです。腸腰筋という前側、ももの付け根の筋肉を伸ばします。普段デスクワークでこう座ってたりすると、ここの筋肉が固まって、そのまま立った時にお腹が出たりとか、背中が硬くなったりとか、そういう姿勢を作ってしまいやすいです。で、ここの硬さが前ももの張りも生んでくるので、まずは伸ばしていきたいと思います。はい。マットの上で膝立ちになりますか？はい、OK です。で、片足を前に出します。片足を前にストン。そう。この時、右足と左足の間はちょっと開けてて OK です。で、足を前に出す幅っていうのは、90度、膝が90度よりもちょっと前ぐらい。結構前に出します。そうです、そうです。じゃあ私このまま横向きでお伝えするんですけど、この姿勢ができたら、お尻を中に入れる。できます？お尻をプリッとしたらダメです。逆、お尻を中に入れる。これができただけでもちょっとこの足が伸びてる人は上手です。ここが伸びてたらバッチリ。で、そうそう、このままお尻を中に入れた状態で前にちょっとずつ進める。OK。これでバッチリ。ここが伸びてるはずです。OK。で、間違ったフォーム、間違ったフォームはこんな感じ。これ間違いです。伸びてない。お尻を内に入れてから、入れたまま前。はい、OK。では、このまま30秒キープです。はい、スタート。手はどこでもいい。どこでもいいので、お尻がプリッとしないことを集中して、そのままです。あと20秒ぐらい、そのまま伸ばしましょう。常に恥骨を前に出して、そうです、そうです。で、慣れてきたら1センチまた進む。息止まってないですか？止まってます。そうですよ、しっかり伸ばします。あと5秒いきましょう。4、3、2、1。はい、OK。バッチリです。すごい、プルプルしてる。では反対足もいきますよ。早速いきましょう。膝立ちです。で、片足前、さっきと逆の足出してください。で、バランス取るためにちょっとサイドに広げて OK です。足はこれができたら、さっきと同様お尻を中に入れる。
いいですか、中に入れます。これ胸もバーンって張らなくていいです。ちょっと中に入れます。そうそうそう、そしたら前に進みますよ。ちょっとずつでいいです。このままこのまま OK、 3秒スタートしましょう。伸びたの分かりましたか？股関節周り伸びました。伸びました。 OK です。そしたら次はももの裏側、ハムストリング付け根、この上部ですね、ここしっかり鍛えていきたいと思います。マットの上で仰向けいきましょう。膝を立てて仰向けです。そうです。で、足なんですけど、かなり遠くにかかとだけマットをつかむような感じです。そう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 、 OK。 これができたら手のひらしっかり床について、そうですそうです。で、膝と膝の間は拳1個分ぐらい開けます。そうで、マットにはかかとだけついてる状態です。つま先はアップしてる状態です。そう、皆さん OK です。これができたらですね、かかとと両腕でマットを押しながらお尻を上げます。ふぅ。これができたらゆっくり下ろしますよ。ちょん。で、もう一回アップ。ふぅ。あ、痛いです。いかがですか？でね、これ上げるときにあばらよりも恥骨が上がってるイメージで上げてください。あばら上げても意味ないです。あばらよりも恥骨が上がってるイメージでいいですか？これ息吐きながら上げますよ。これを10回の1セットだけやります。しっかり効かせていきます。ではセットしていきますね。かかとをついて両手でマットを押しながら、せーの。1、2、3まで止めてゆっくり下ろす。はい、2、2、3、下ろす。3、恥骨の方が上です。そう。はい、下ろして。4、2、3。そう、いい感じですよ。はい、5、2。そう、もっと恥骨上げれますか？戻して、上がってない人が一人いる。はい、もう一回。5、2、3、OK、下ろして。はい、6、ふー、2、3、上手な人もいる。戻して。はい、7、2、3、はい、戻す。あと3回。8、2、3、戻して。はい、9、2、3、戻す。ラスト、10、2、キープしましょうか。キープして、そのままキープです。かかとを自分の方に寄せるイメージでぐっと床を踏みますよ。そう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 。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。ここ痛いですか？ここ痛いです。バッチリです。すごい効いてる感じがします。ありがとうございました。ありがとうございました。これ太ももの裏がパンパンですね。痛い。すごく痛い。このトレーニングは1日のどのタイミングで行ったらいいですか？トレーニングのタイミングは特に指定はないです。なので、朝でも夜でも昼でも OK なんですが、一番は習慣化
できないと意味がないので、私はもう寝る前に横になるタイミングでちょっとマット引いてやってそのまま寝るっていう風な習慣を、はい、癖づけています。できるだけ毎日やった方がいいんですね。もしこれで明日とか筋肉痛が来ていたら1日2日はお休みしても全然 OK です。ご自身の体に合わせて週に例えば2回から始めてみたり、慣れてきたら週に2回の回数を増やしたりとか、毎日じゃなくても OK ですね。はい。これってあんまりムキムキにしたくないなと思うんですけど、そういうふうな筋肉にはならないですか？そうです。結構ムキムキのお悩みって多くて、ムキムキになるのってやっぱりこう外側に、太ももも外側についたりとか、横の太さが目立ったりとかっていうところだと思うので、前を緩めて後ろをご自身の体重のトレーニングで行うので、どっちかっていうと締める、引き締めるようなイメージで行ってますので大丈夫です。ありがとうございます。ぜひ皆さんもトレーニングやってみてください。で、概要欄にみほとれさんのインスタグラムを載せておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。よかったらいいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、トレーニング動画第2弾いかがでしたでしょうか。今回は足痩せの内容でしたので、小話もちょっとそれに付随したむくみの話をしていきたいと思います。で、女性の方すごくむくみで悩まれてる方って多いんじゃないでしょうか。で、夏場のむくみというのは大きな要因として脱水と冷えというものがあります。で、まず脱水はですね、皆さんご存知の通り、今年猛暑ですごく暑いです。で、熱中症で救急搬送される方もすごく増えています。それから今年はマスクをする生活というのがスタンダードになりました。マスクをしているとどうしても不感蒸泄というものが増えてきます。で、この不感蒸泄って何かというと、皮膚とか呼吸から出ていく水分のことを指します。で、夏場はどうしてもこの不感蒸泄というものの割合が増えてはくるんですけれども、今年は特にマスクをしているので呼吸数が増えてきたりとか、それから体温が上がりやすくなる。そうすることによって、脱水を引き起こしやすくなって熱中症の割合も増えてきてしまうということがすごく懸念されています。で、それから2つ目が冷えによるむくみなんですけど、女性の方経験あるかなと思いますが、冷房の効いた部屋で生活していると体はすごく暑いんだけれども、手の先とか足の先がなんか冷えてくるとか、足先だけすごく冷たくなるとか、そういった経験ある方多いかなと思います。で、女性というのはもともとホルモンの関係上どうしても冷えを感じやすい体質を持っています。なのでどうしてもむくみやすいんですね。で、こうした脱水とか冷えによるむくみというのは血流の滞りが原因になってきます。血液の流れをしっかり流してあげることが一番大事なことになってきます。で、実はミヤコビデンスピローサでもこの血流改善作用というものが確認されているので、そのあたりの話はまた後日別の動画でご紹介したいなと思っています。で、私たちができる血流を良くしてあげる生活習慣としては、やっぱり水分をしっかりとることが一番重要です。なので私たちも今回トレーニングを体験させていただいたんですけれども、その中でやっぱり意識していたことは水分をこまめにとるということです。なので必ずトレーニングをしている最中もですね、横に飲み物を置いてトレーニングをしていました。
ぜひ体を動かすときは特にですね、水分補給をしっかりしていただいて、むくまない体作りというものを意識していただければなと思います。